荷揚げの仕事を始めたんですね。荷揚げのバイトですね。バイト始めて、でその時の所長と作業員の先輩と3人で会社を立ち上げようということになって立ち上げました。で最初の何ヶ月かは仕事なくて、なんか無駄に海にバク転の練習、バク宙の練習とかしてやってたんですけど、これダメだということで、あの個人宅の飛び込み営業で汚水マスの洗浄とか、まあ、結構警察呼ばれましたね。あの怪しすぎて、全然あの怪しいことは全然してないんですけど、汚水マスの洗浄したり、床下で、まあ、今もあれですけど、シロアリとかあの辺の、あの点検して、ね、防除したりしてました。もう今考えたら1日何百件回りよったんかなっていうぐらい飛び込み、個人宅飛び込みしてたんで、その時に営業の独自で迷う名前は飛び込めという言葉は未だに残ってますけど、それは本当にいい言葉だと思いますけど、でその会社でずっと仕事してたんですけど、軌道に乗り出すとやっぱあの作業がメインなんで、あのトンネル工事、夜から朝まで、明け方までして、で着替えに帰って、で寝れる時は1時間寝て、で作業員、次の現場があるんで作業員迎えに行って、板金、屋根張りの仕事を請負いですね、請負いなんかな、違うか、荷上げやけ作業手ごで行って、でそれも1時間休憩の時は1時間寝れる時は寝たりして、でそれが5時6時で終わって、でそのまままたお風呂入り帰って、トンネル工事っていうと1日2時間ぐらいしか寝てないかな。それが半年ぐらい続いて、まあ、その間にあの熊本に毎日のようにトンネルじゃなくて板金、造船所 の工場の板金、屋根張りですね、その作業に毎日のように行ってました。でまだその時は子供いなかったんでよかったんですけど、ちょこのままじゃ、おった？あ、おられた、おられた。でこのままじゃちょっとやっていけねんねってことで、就職活動したいなと思って、奥さんが仕事見つけてきたんかな、今の仕事で。今の所長にと、まあ、当時おった部長にもうすぐ気に入ってもらえて、面接行ったその日に合否の連絡が来ました。まあ部長が気に入ってますと、すぐ来てくれるんやったら来てほしいと。でまあ11月入社なんで、次の日にはもう行ったんかな、違うか、次の日ではないけど、で荷上げの仕事の社長にもう決まったんですけど、辞めますっていうふうに言ったんですけど、1ヶ月前やろ言うのはっていうふうに言われて、でも1ヶ月前にっていうのは辞めたいですっていうふうに言っての1ヶ月前っていいんじゃないかなと今思うんですけど、当時はすいませんという感じで、ちょっともう正直申し訳ない限りやったんですけど、まあ辞めたい気持ち伝えて2ヶ月ぐらいで決まって、もうすぐ辞めたんですけど、辞めた時は結構なんか寂しかったですね。気持ちよく送り出してもらえなかったんで、まあでも当時の荷上げ、一番最初のアルバイトしてた荷上げの、所長、他の店舗の所長さんとかも引き抜いたんかな、最終的に。で自分らに荷上げを教えてくださいというふうに引き抜いたにもかかわらず、結婚式にも来てくれたんですけど、引き抜い、声かけたのにもかかわらず自分が抜けてしまったんで、それは本当今でも申し訳ないですね。で荷上げを辞めて今の会社に入社して2年半配送業務で、2年半後にはそこからは、係長じゃないで主任になったんかな、主任の役職をもらって、それから 2,3 年して、今の係長の役職をもらいました。で、係長になってちょっと所長と反りが合わない時期が一時期あって、そこからもう辞めたいと、その辺ぐらいからもう農業をしたい風に、その辺から農業をしようっ
と決めるように、うん、夢見るようになってましたね。でそこでもう決意が決まってもう嫌になってたんですね。でそこで辞めますというふうに退職願いとかは出してないんですけど、まあ、相談があるんですけどというふうに言って辞めたいんですけどというふうに言ったら結構、うん、怒られたんかなその時は。で怒られて、じゃあちょっと今の下関の方に行かないかというふうに言っていただいて、まあ数日考えて年を越したんですね。年末年始ちょっとゆっくりして、まあその時も農業やる気まんま、病んで農業やりたいわけじゃないので、まあ考えて、まあ、すぐに農業はできないなというふうに分かって、 JA さんとか農政の方に出入りはしてました。もう新規就農の相談とか行ったんですけど、もう今も正直そんなに分かってないんですけど、どうやったら農家になれるんかというふうに質問したりして行ってたんですけど、結局農政どこの人か分からないんですけど面接までしてもらったんですけど、ちょっと無理ですねというふうに言われて、なんで無理なのかも正直わからないんですけど、まあそういう農業関係の学校行ってないし研修もしてないし、まあ、そういった人はできないよというのがあるんでしょうけど、もう花からできない、やめといた方がいいと言われて、でそれでもやっぱり農業はしたいので、諦めきれずにずっと悩んでて、で年越して、まあ、一応すぐにはできないということが分かったんで、所長にちょっとすいませんでしたと、下関の方に行ってちょっと頑張ってみますというふうに伝えて今に至るんですよ。今でもう2年3年目ですね。でもやっぱ40までになるっていうのは変わらなくて、まあ、今の仕事もすごい、ちょっと正直営業面に関しては疲れたとこあるんで、あんまり会社には申し訳ないんですけど、必要最低限の動きしか、まあルートフォローがメインなんであれですけど、必要最低限のことしかしてません。でまあ給料泥棒的なことはしてないんで胸張って言えるんですけど、まあ、正直下関は結構フランチャイズとか大手企業の会社とか子会社とかばっかりで、正直行ったところで飛び込み営業行っても本部が決めるからとか、地元の地場の業者を使ってるのが長いからとか、まあ、金額じゃないというふうに本当言われますね。まあ、確かにそうと思うんですけど、今このコロナの、ね、コロナ禍で経費削減とかそれで提案いくんですけど、それでもやっぱ本部がとかですね、そういったので断られるんで、まあ、しょうがないですよね。でつい最近YouTube の直人さんという人が、農地を借りるには裏技的なことがあるんだよというふうなことを言ってたんで、ちょっとね最近サボってた農地探しをちょっと本格的にやっていこうと思います。今住宅街なんで、ちょっと誰がこうやって聞いてるのかちょっとわからないんで、怖い、ちょっと怖くない、恥ずかしいんで、気をつけながら喋ってるんですけど、うん、こんな感じですね。あ、で自分はあれ持ってます。何だっけ、あ、めっちゃ見られよった、恥ずかしい、まあいいか。あれです、資格、ビミ野菜栽培士っていう資格を通信で取りました。通信なんで、まあそんなに重要な資格じゃないと思うんですけど、ちゃんと勉強してカンニングとかなしでちゃんと取りました。で、なんか最初植物の野菜の品種名を覚えるのが大事と思ってて、一番最初のテストで全然覚えなかったのがほうれん草の品種名ですね。バンチュー赤茎ミンスターほうれん草っていうのが全然覚えれなくて、これやばいなと、
全然何回言っても番中赤首ミスターほうれん草、これが覚えれなくて、で期間が半年かな、半年過ぎるとちょっと資格がもらえなくなったりするので、もうこれちょっと、まあ、いいやダメ元でテストしてみようと思ってやったら、そんなこと一個も出てこなくて、そっからはもうトントントンと、なんか2、3ヶ月でテスト終わらせて無事に合格したんですけど、特にトマト、キュウリ、ナスとかあの辺はめちゃくちゃ簡単でした。その時原田農園さんの動画をずっと見てたんで、育て方とかなんかその辺に関してテストが出たのかな。もう本当毎日のように1日8時間ぐらい見続けたんで、全て頭に入ってました。うん、それで簡単でしたね、トマトのとことかは。で無事テスト全部クリアして、資格症状みたいなのが来たんかな。で今タンスの肥やしになってるんですけど、まあなんかちょっと農業を始めて店するときにそういった資格の証書をお店に飾りたいなと思うんですけど、まあそういうのも持ってます。あと資格は自分はあれですね、ガソリンスタンドで勤めてたんで危険物オツ4は持ってます。これはもう高校生でも取れるようなやつなんで簡単ですけど、それ持ってるぐらいですかね。だけど資格という資格は自分そんな持ってないので、自分に手に職あるわけでもないし、まあ、やっと見つけたこうやって亀をきっかけとした野菜栽培を見つけて、本当今初めて持てた夢なんで、結構ハマってます。もう勉強も一回したら結構頭入ってくるし、それで子供にも勉強はせんでもいいぞというふうに言ってますね。本当好きなことやったらすぐ覚えますよね。なんで子供には面白いと思ったことはとことんしろというふうに言ってます。うん、面白くないですからね勉強は。もう本当自分が友達を大事にしなかったんで、今こうやって友達少なくて飲み会とか付き合い全然しないんですけど、うん、まあ小学校、中学校、高校、もう一番大事なのはやっぱ友達、人間関係ですね。本当そこは大事にしてもらいたいなと思います。まあ、ちょっと自己紹介そんぐらいですかね。あと何がある？身長は168センチ、ちょっとサバ読んでますけど168センチ、体重はマックス100キロ、大学の時ですね。で、ガソリンスタンドの時に69キロまで落ちたんですけど、またそれが90キロ台まで戻って、でこの仕事を始めて80キロ台になって、で、営業になって90キロ台になって、で今はちょっと年なんで健康管理気をつけ出して88キロから落とし外して、この前 85.7 やったかな、やっとちょっと体重が落ちてきました。もう36なんで、本当体重ちょっと気にせんとやばいなぁと本当思いました。思い出してね、こうやって野菜を作ったりして、全然痩せるかなと思ったけど全然痩せないですね。で自分がやっぱ重量挙げしてたんで、脊柱管狭窄症とヘルニアがちょこっと出てます。でまあ、例えば立ち読み30分するにもできなくて、同じ姿勢同じ動きがずっとするのができないんですよね。まあ、その分農業はしゃがんだり立ったりしゃがんだり立ったりとかいろいろ動きがあるんで、全く支障はないです。で特に有機栽培はいろんなことしますよね。振り向けは違う植物が植えてたりだけ、農業に関しては腰のこの病気は特に心配してないです。はい、やっと1時になりました。あと3時間以上ありますね。何しようかな。この前ピーちゃんのばあちゃんから水蓮鉢
亀っていうかなをもらったんで、それちょっと水張ろうかな。メダカをちょっと移動してやっていこうかな。うん、やることねえな、ほんと。草刈りでもするかな。草刈りの前にメダカして草刈りをしようかな。まあ、あとはあの、なんか自分に対して質問あったらコメントしてください。最近コメント本当あのちょこちょこいただけるんで本当嬉しいですね。あの一人でやってるような感じがしてるんでちょっと寂しかったんですけど、最近コメントもらってすごく今あの登録するしてくれる人は伸びないですけど、すごい楽しいですね今。あの収益が あるない関わらず面白いです。うん、自分はもともとあの何ですかね、かまってちゃんなんで、 SNS で結構投稿してかまってちゃんなんであれなんですけど、 YouTube はなんかまあ1人2人見てくれてる人がいるだけでも結構嬉しいですね。なのであのなかなか伸びないですけど、このまま毎日できれば毎日あげたいですけど、やることネタがないので、うん、何かしらあげようとは思うんですけど、頑張ってあげていこうかな。まあ、100人いったらなんかこう面白いことしたいんですけど、今のところ何もなくいろいろ考えてますけど、なんかいいのあったら本当コメントください。はい、じゃあちょっとメダカの水替えというかメダカの移動でもしましょうかね。